どうも、井上マでございます。ノーミルク砂糖でございます。よろしくお願いします。何やらタコランテ感じですけどね、今日も始まりました。サッカーをもっと楽しく見るためにサッカーアカデミーでございます。今日こちら、ドンさあ、カタールワールドカップ終わったので、今度はパリオリンピック世代中心に見ていきましょう。冬の一撃考察。お願いします。お願いします。わ名前が踊ってますね。 なんかちょっとたくさん動きそう、はい、動いたよっていうところがあるので、たくさんの遺跡あるんで、本当、全部やりたいんですけど、それはちょっとね、はい、ミラからマンデーライブ等々でもやっていきたいので、はい、今回はちょっとね、4選手にちょっと抜粋して、プラス今のパリオリンピック世代、こんな感じだよってところをやっていければなと思っておりますお,お願いします。というます。で、ラれは毎日やっております。いいチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは一人目いっちゃいましょう。ここからいきましょう。ドン、はい なんと、東京ペルディ、アンダー21日本代表、センターバック、馬場誠ヤあ、札幌になったそうなんですね。これは知らなかった。これ、われ21日の夜中に収録してるんですけど、一応前日、そう、20日の20日にちらっと出まして、なんと移籍金が1億円以上と。なるほど。はいはいはい。 なんか一週間前ぐらいに、うん、あの札幌の三上 GM かな、うん、が、あの、ラジオで、今日はあと一件やるみたいなことをおっしゃってた。はいはいはい。その一件がおそらく、馬場選手ということには、うん、そうですか。はい、なるのかなと思っております。はいはい。まあやっぱり、あの、高峰選手が柏行ったりだとか、うん あと同じく若手の井川選手が岡山行ったりだとかあったんで、はい、まあディフェンス一枚足んなくなったみたいなことはあんのかなっていうのはちょっと思うから、まあ左で書いた通り、まあ宮沢選手とどう扱うか能もあると思いますけど、うん、まあ馬場選手がセンターバックって感じにもなるのかなっていうのは、まあ、思うところではありますね。すね。ただこれが多分普通の見方になると思うんですけどね。はいはい 圧倒的にはこうじゃねえかって思ってることを正直と思います。いういうはいはい何かあった、何はい。っていうのが、札幌の皆さんごめんなさい。あり得るとすればこういうこと起こりそうですけどね。うん、俺、もう一軒札幌から遺跡あるんじゃないかと思ってるんですよ。え、アウトってことですアウト。おええー、まあ、右上に書きましたけど、はあ、あるのであれば僕は、はあ、まあ、田中俊太はあ、はあ、なるほど。 先ほどまあ馬場選手をこの、ね、今、宮澤選手の位置に書きましたけど、うん、今年の札幌でいったらセンターバックレギュラークラスで福森宮澤、岡村プラス田中俊太っていたのに加えて、うんうん、三浦監督ってあんまりこうレギュラー枚数をそんなにべらぼうベラボーにこうあの人数べらぼうに増やしたり減らしたりとかっていうことを。 さされなない監督んんだなってのがあるんですプラスあの1年後なんですけどもちろん今福岡大の岡田大和選手っていうのは今度来るんですけど、はい、タイプ的に言うとこの左のサイドバックイングバックまたはセンターバックやらせそうだなってところがあって。うんうん まあある意味、岡田さんがこのスリーバックの左タイプ、馬場選手がスリーバックの右タイプになるだろうなってところから、<ー>なんか似たタイプ2人も入れることはねえだろうと思うと。まあ確かにさっきね、センーバック充実してるなと思って見てましたけど。うん、そうなんですよ、はあ。なるほど。ってなってきて、しかもね、高峰選手が主にやってたこのボランチの位置、まあ深井選手がちょっと長期離脱もあるんですけど、は とはいえ、そこに小林勇輝取っておきながら、さらにセンターバックもう一枚、ちょっと考えづらいなと思ってて。うん、るほど。じゃあ、これは田中さんが決まっていて、その布石と言いますか、うん、穴埋めと言いますか、で、<う>馬場さんも取ったんじゃないかというところもあこ。あるんじゃないかなと思ってますね。<ー>例えば、ほら、谷口翔吾が抜けた川崎フロンターレとか。 あとセンターバック前とがちょっと足りてないガンバ、大阪さんとか、そういうのはうまだ。ね<え>、うん、動くかどうかわかんないですけど、ウロンターレとかなんかありそうな。ね<え><ー>あと他にもあの、浦和レッツの岩波選手があの、はい、カタール行っちゃうんじゃないかって話とかもあるから、そうですか。J1 ちょっとね、はい、いろんなチームセンターバック足りてないんですよ。センターバックだね、今動いてるのはね。 ってなると、レギュラー3、ね、4人以上いる札幌さんってなると。はー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 うん、だから1億円以上馬場選手に出せるってことは1億円以上札幌に入ってる可能性も、うん、そういうことですね。うん、あるんじゃないかなと思って。あ、なるほど。うん、発表がないだけで。ないだけでそういうことはあるんじゃないかな。なるほどね。いろんな可能性がありますけどもね。これまぁいろんな気持ちでね、ねお聞きになってる方はちょっと申し訳ないですけどもね。ね ただなんかね、あの、パリオリンピック世代今回中止にやってきますけど、はい、あのー、今ね、パリ五輪世代の監督の大岩さんが言ってるのは、うん、あの、各 J1 でも J2 でも J3 でも海外でも関係ねえと、うん、あの、レギュラーでやってるかどうかが一つの判断基準。うん、はいはいはい。で、そこで移籍 J2 から J1 にしてきたってことは、馬場選手。うん、パリオリンピック、もう札幌でレギュラー取れると踏んでというか、そういうところも僕はあるんじゃないかと思うので。そういう考え方も確かにね。うん ってことは何かが起こってる可能性は僕はあると思う。なるほどね。ね 発表が遅れてるっていうのはどういうケースがあるんですか、どうなんでしょうね、たまたま先に獲得を言っといたっていう可能性もあると思いますのどそのほうがファン、サポーターの留意も下がるんじゃないかみたいなことかもしれないですけどね、いろいろな事情があるんでしょうけど。はいうことでこういうことを含めた移籍のちょっとしたお話を12月27日、ミルアカのメンバーシップライブの方でやりますので。先に ちょっとメンバーシップのでやらせていただきますけど、はい。そうなんでございます。ゲストにね、上福達也さんをお迎えさせていただいて、やらせていただきますので。珍しい名字ですけど。そうですね、なんか遺跡のこの席と街の下にいますけどね。はい。お様のね、サッカーメディアの ジョち、選手長ですかね。そうなんでいす。ははいはいはい。えいろいろ遺跡のお話、裏話をたくさんお伺いしますお願いします。ありがとうございます。皆さんメンバーシップになっておいてください。お願いします。チケットだと思って一回入ってください。お願いします。じゃ続いていきましょう。今度はですね、こんなチームからと、はい。めっちゃ面白いですね。来年の徳島はい。え。 徳島、先日ですね、柏レイソルから森監督選手のレンタル移籍が決まってたんですけど、なんと20日にもう一人、清水エスパルスから、まあ、今期はね、今治にレンタル行ってた、はい、え千葉カンタ選手のレンタル獲得に成功しました。すごいな、お前線すごい。そうなんですよ。ねうん、ここは、森、棚橋、千葉、あと、藤尾選手、まだセレッソル,エスパルにまだ帰るかって発表ないんで。はい 森、棚橋、千葉、藤尾、全員世代別代表経験者っていう形になりますから。それはすごいでんなで、ね、は,いはいはい。で、この千葉選手なんですが、ちょっとこれ考察一つやらせていただくとなんですけど、うん、あの、まあ、千葉選手って徳島の皆さんまだご存知ない方も多いかもしれませんが、はい、今年は今治で2桁取ってきた高卒ルーキーです。うんうん、来年が2年目です。そうなんですよね。うん ただ、ですね、うん、あの実は千葉選手、途中から今までに行った 2>, <laughs> 2桁取ってんです、それ、ね、で。しかも、うん、あの何度かの代表合宿世代別のとか、はい、あと大会で抜けてたにもかかわらず2桁取り、そうだね、でアジアにその抜けた時にはあのダブルハットトリックなんかやってきたんですね、1試合で6点とか。えー、か今季公式戦で考えると、日本人で最も点取ったのが千葉監督です。<laughs> なるほど そんな選手が来ますよ。はいはいはい。これ楽しみじゃないそうなんですよ。はい、で、プラス森選手といえばこれ知る人と知るですけど、うん、あの、柏ユース時代には、うん、あの、アルカスカップってあの、スペインとかいろんなところで行われる、うん、あの、そのカップ制みたいなのあるんですけど、うん、はいはい、はい、そこにレイソルユースで臨んだ結果、あの森選手ってレアルとかから得点してるんですよ。うんう、レアルも出てるんですね、アルカスカップには。そうそうそう。<ー>そこで好成績を収めてたフォワード。なるほど そしてあともう一人、大卒ルーキーで入ってくる棚橋選手っていうのは、以前ね、徳島にも在籍した宮代大成選手と、アンダー年代ではツートップを組んでた相方で、高校の同級生、そんな中の皆さんがやってきますので、ちょっとね、やっぱ最近で、ね、は柿田宮代っていうね、徳島ありましたけど、うん、それを超えるフォワード、超豪華ラインナップになるんじゃないかと思いますので。 なんかね、レアルソシエダとも提携したって話もありますから、うんうん、もしかするとこのフォワードたちの中から何人かああ、スペイン方面のね。スペインとか。なるほど、はいし。とも、うん、あるかもしれません。そういうことですね。なるほど、わかりました、えー。なんか、はい、こんなことになっております。そしてもう一チーム行かせていただくと、まあ、ガンバ大阪さんでございます。はい、ガンバ、はい。はい、ガンバといったら、あの、うん、なんかね、ハンダリック選手がどうやらガンバに決まりそうという話が。 そうなんですね、ローマとかって話もありましたけど、どうやらガンバみたいですよ。ただ、このチーム、ねうん、そうなんですよ、このチーム、すごいのがですね、まず皆さん、はいえー、フォワードの坂本選手、うん、ウイングの南野選手、塚本選手、中村選手、高橋選手、うん、中盤で言ったら山本力人選手、まあ、夏に加入ありましたよね、うんうん、プラス半田選手と、うん、あと、移籍、レンタルで言ってますけど、遠山選手とか。うん パリ世代がはちゃめちゃに多いんですよ。はい,はい、はい。今言った選手、全員パリ世代なんですよね。うん,うん。ちょっとなんかガンバ集めてんじゃねえかって思うぐらいに若手が多くなっております。なるほどね。はい。次世代型になってきてるってことですかそうなんです。はい。ただ、そんなところにもう一人、うん。なんか、一番上の人っ頃になんか、ちょっとあまり聞き馴染みのないカタカナがあると思うんですけどジェバリ。ジェバリ。そうジェバリさん。うん。うん 実は、カタールワールドカップ、チュニジア代表のメンバーです。おチュニジア代表といえば、破っていますね、フランスを。そうなんですよ。ね、唯一。はい。そのメンバーを今、ガンバが狙ってるそうです。おお取れますかね、ジェバリー。ちなみにこのジェバリーさんって、レギュラーレギュラーでもあったんですよ。プラス、あの、6月に、日本のブラジルとかいろいろ戦ったじゃないですか。はい。はい。 その時、チュニジアとも日本戦って負けたんですよね。あ、そうでしたっけそう。で、はい、実はその日本代表から得点した選手がこのジェバリさん。おお、そうだったか。そうなんですよ。え<ー>もしかしたら夏ぐらいからそのチュニジア代表で来られた時あたりからガンバ動いてたりしてたんじゃない<ー>なんてことも考えられる。なるほど。でかいんですかでかいです、ね。でか早系ですか そうなんですよ。えー、でもだからこのゼバリーさん獲得が結構濃厚そうだったから、えー、パトリックもペレーペレーを出せたってのも。ううことなんだね。かもしれないなとちょっと思います。はははははいや、ちょっとガンバさん来年面白,、ね、面白そうですね。また様変わりするね、これね。そうですね。うん、っていうふうにまあ若手やらワールドカップメンバーでいろいろ動いてますけど、うん、プラスもう一個動いてるのはこちらですね。小田祐太郎さん。はい。 ヴィッセル神戸さんですけども、ねうん、がスコットランドのハーツに行くんじゃないかなっていうところがありますあ。まだ決定ではないのこれは。決定ではないんですけど、<う>一応報道は出てるよて<う>ここまでの具体的な噂が出てるときは、だいたい決まってるでしょそのまあ、だいたい決まりますね。チームイまで出てるんだもんね。そうですね、うんで。もしそれでも決まらなかった場合は、うん、あのー、まあ、ただ単に、そう、多分そういう系でしかないので。うんうん、なるほど。 まあ、神戸の皆さん的には、おそらくはもう、まあそうなんだなって思われてる感じじゃないかなと思われます。ということでですね、まあさん、今日の最後になんですけど、皆さんに、パリオリンピック世代ってここまで、何人海外にいるのっていうところと、海外移籍の噂があったのって一体どれぐらいいたんだっけってことを、ちょっと台所事情表的なものでまとめてみました。お願いします。最後のシート、こちらでございます。ドン。はい。主に右側をご覧くださいはい。はい、はい、はい。 えこれまずあの縦軸、まあ、横軸はポジション別で並んでるんですが、はい、縦軸が2001年の早生まれ世代から01世代、02世代、03世代、04世代とパリ世代が並んでおりますと、でこの例えば、なんかね、紺色の下地になってる皆さんというのは現状、海外にいる皆さんで、はい、でもう一個、なんかエメラルドみたいなその下地になってる方は国内にいらっしゃる皆さんなんですけど、えー、海外移籍の噂がちらっとどっかでも流れたことがある選手をちょっと今回は持ってまいりましたと。 見るとあのバック紺色ってこんなにいるんだなっていうのをちょっと思います二、ね、十人くらいもパリオリンピック世代で海外組っているみたいですマン、まあ、さんああそうなんですねー、うん、まあ一応小田先生はまだ決定ではないですけど本当だ,て本当だ紺色とかまあ黒ねアンリとかね永、ね、田さんココボさんそうなんですよさんさんはい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  いるねー心強いねえ、うん。だから東京五輪世代が歴代最強とも言われてましたけど、えー、ヨーロッパに行ってる度合いで考えるなら、えー、パリが一番やばいですね、パリ世代がね。う うん、で、噂もあった、ちょっとコロナとかもいろいろありましたんで、うん、それで行けなかった人とかもいるでしょうから、うんうん、もしかするとこの1年ぐらいでこのエメラルドカラーの皆さんも全員行くなんてこともなくはないから、うん、そうだね、うん、だパリオリンピックの中でも40、50人、パリ世代の海外組なんてこともあるかもしれません、ねうんねい。すごい時代になりつつあるんですね、これね。 そうです、ね。また加速したでしょワールドカップでこれはね。いや、一気に来てるでしょうからね。やっぱブランド力と言いますかね。うんうん、それはあるんでしょうね。そうなよ。はい,はいはいはい。そうねだから、ヨ、えーロッパ、今熊でも、基本、ほら、欧州組の皆さんって大体は、ね、五輪代表には入ってきてたってのありますけど、次は100%絶対漏れますね。誰か。ああ、そうだね。こ、うん、んだけいたらね。 でこんだけ言ってたって、オーバーエイジも3人入ってくるわけなんで。確か,確,か確かに、確かに、確かに。絶対漏れるんですよ。そういう時代が来ましたね。ついに来ましたね。いいことですよ、これはね。そうですね。うん、で、しかも、久保竹内選手はパリオリンピック出られる状態だったら、俺は出るっても言ってる可能性あります。いや、出てよ、出てよ。ね、オーバーエイジみたいな同世代っていう状態なので。<laughs> まあね、確かにね。そうなんですよ。うん でどうやら、ですねこの中でもあの右下、あのこれからあの今ね、鹿児島の,あの上村学園高校に今通っている福田志桜選手なんかは、うんうん、これから来月ですか、選手権終わったら、ドイツのボルシア・メンヘングラートバッハに移籍することになるんですけど、はい、だからドイツに一回こう行かれたときに、実は吉田麻也さんと板倉浩さんと会食したそうです。いいいいいいじゃないいいじゃゃなな で、そこでも、うん、あの、お前、まだ迷ってんだったら、早く来れるんだったら、早くヨーロッパの空気を吸いに来いと、うん。おなるほど。そこで。言われたりだとかも、<ー>うん、あったみたいなの、えー、で。もしかしたら。そういうのが今後も若手続いていくんじゃないかと思われます。と。うん、は,はい。ということでの遺跡考察会でございます。ありがとうございました。盛り上がってきましたね。え<ー>また、ちょっと。 動いたら教えてください、はい、ということです。もちろんでございます。<あ>よろしくお願いします。ほぼほぼ毎日何かしら、誰かしら話が出てくるということになります、ね。まあ、そうですね。これから毎日ね。はい。ということで、ミロアカフォローしておいてくださるとターお願いします。高評価ボタンもよろしくお願いいたします。お願いします。ということでございました。毎日朝まお送りしてます。サブチャンネルはお昼、グッズショップもやってます。メンバーシップは火曜日ね、やっておりますので、月1でやってます。そちらもよろしくお願いします。お願いします。うありがとうございました。井上真ーでした。 ノーミ魅力佐藤でした。良い日をお過ごしください。それでは。またねー。